こんにちは、しないオンラインです。今回は地域コングロマリット企業として成功している前橋市に本社を置くファームドゥグループについて紹介します。概要欄により詳細を記載した無料レポートを記載しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。また、地域コングロマリット経営とはそもそも何か、詳細はこちらの動画をご覧ください。小さな農業資材店から始まり、売上140億企業にまで成長したファームドゥグループ。その成功に至った経営者の考え方やコングロマリット経営についてお伝えします。群馬県美里町で農業資材専門店農園図から始まり、農産物の直売所食の駅や東京都内に小型農産物直売所地産マルシェを拡大してきました。代表の岩井氏は群馬県富岡市生まれ、大学では海洋資源学科を専攻し、その後大手流通業で商売の基本を学んでいます。創業の思いと事業を展開したきっかけ、岩井氏が創業した農業資材専門店のコンセプトは農家のデパート。それまで農家が必要なものを買うのは基本的に JA の購買部しかありませんでしたが、大型店舗を作り、農家がいつでも必要なものを買えるようにすれば売り上げが上がると考え、事業をスタート。岩井氏の事業を展開する原動力は、人のやっていないことに挑戦したいという思いから来ています。そして農家の減少が転機となり、事業の拡大を起こしました。高齢化も進んでおり、農業資材が売れなくなっていた中、ある知り合いの農家から、店舗で肥料や農家を買うのもいいが、自分たちの作った野菜を売ってほしいと頼まれたのです。そして岩井氏は農産物直売所に商売をシフトしたところ、売り上げが上がり、さらに事業が拡大していきました。次の転機は2011年の福島第一原子力発電所の事故です。都内での直売所の売り上げが順調に伸びていたところ、原発事故の風評被害で売り上げは3分の2にまで減少。それ以上に今後の事業に影響を与えた大きな出来事は、計画停電を経験したことでした。お店でもレジを使えず、電卓を使用したりして電気の必要性を強く実感したのです。そこから太陽光発電事業に挑戦しました。この太陽光発電事業を始めた際に、税理士や銀行の方にどこまで事業を展開するのですかという質問に対し、岩井氏は銀行がお金を貸してくれるところまでやりますと答えたそうです。たとえ周囲に反対されても挑戦する、それはやはり困っている農家の役に立つ事業をしたいという思いがあるからです。今後の事業の展開、岩井氏は今後もっと多く太陽光の発電所を作ることを目指しています。発電所を作るには土地が必要ですが、全国には農家が使っていない土地がたくさんあるので、それらを利用して拡大しようと考えています。土地は個人の所有物で、国の所有物ではありません。個人が管理している土地に無関係の人が入ってくれば圧力が生じますが、自分の土地を生かして事業を行おうという発想になれば、もっと全国に広がっていくと岩井氏は考えます。このように岩井氏は徹底した顧客目線で事業を展開してきました。また、長所を見つける力が素晴らしく、そのため人口が減る地方だからこそできるビジネスという発想が生まれ、結果として高い行動力と成長の原動力となったのです。また、人のやっていないことに挑戦したいという信念から、一般的には難しいと思われる分野にもチャレンジし、大きな成果を残しました。最後までご視聴ありがとうございました。船井総研ではコングロマリット経営をしている成功事例を定期的に紹介しております。その他の成功事例も知りたい方は、概要欄のダウンロードレポートをご覧ください。こちらのチャンネルでは船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。